皆さんこんにちは。社会人野球の全国大会、都市対抗では各チームにこういった制度があります。補強選手制度。この補強選手制度は都市対抗野球独特のシステムで、各地区代表のチームが同地区の地方予選で敗戦したチームから大会限定で最大3名まで選手をレンタルすることができる制度。そこで今回の動画は、来年生で登場する高校でももし甲子園に行った場合、この制度を取り入れ最強チームを作ろうと思います。今回は入気の台の制度です。まず条件も加えました。補強できる選手は西東京の選手のみ。今まで登場したキャラなら選択 OK、 途中で守ったことのあるポジションならコンバートあり。以上3つです。またリクエストがありましたら、違う高校世代でもこの企画をやろうと思います。あとこの動画を最後まで見ておいてもらった方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。入気の台の制度は、入気世代11人、沢まで世代6人、入気世代3人、計20人で大会の方に臨んでいます。入気世代の三木、倉持、白洲、川上、日笠、沢丸世代の沢村、春市、古谷、こちらの8名は入気の台からベンチ入りしている。また日笠以外は全員公式戦を経験。三木、倉持、白洲、この3人はレギュラー。沢村、古谷、この2人はピッチャーとしてフル回転。経験豊富な選手が入気の台の制度にはいます。このチームの長所はやはり打撃力が魅力的かなと思います。足の速い選手を1番に置き、つなぎや一発もある2番バッター、チャンスメイクの他に3年夏からパンチ力が増した3番バッター、聖堂の顔でプロ入り濃厚4番バッター、最上級生になって唯一レギュラーとして成り上がった聖堂の打点製造機、上位打線も経験している6番バッター、マスキラー2名、このように抜け目のない打線となっています。また控えには背番号19をつけた結井薫。この結井は今大会春市が1年生で迎えた夏隊のような代打としての良い成績を残している。この春市は1年夏隊準決勝で試合を決める一発、また決勝でも重要な場面に登場。結井も春市のような場面で登場し結果を残すのか楽しみです。ピッチャーの方はまだ完全体ではありませんが、伸びしろしかない沢村、フリア、この2人の成長もあり投手力が欠点だった聖堂がいつの間にか投手王国へとなりつつある。あとこの2人以外にも基本抑えに回っている川上、この川上1個下の沢村、フリアの成長が著しかったため最終学年であるが、最後の夏はエースとして君臨できなかった。しかしこの川上は今大会進化を完璧にマスター、両サイドへの制球力抜群。初戦では勝利に導く好リリーフ、まず準々決勝でも無失点の好リリーフ。基本今大会先発をメインに登板している沢村、フリア、この2人がのびのびとピッチングができるのは後ろに川上という信頼できるピッチャーがいるからだと思います。ですが川上は準決勝から裏の影響で片岡監督から登板禁止令を出されている。そのため準決勝で先発する沢村はペース配分を考え、なるべく1人で投げる必要があります。現在沢村準決勝4回を投げ失点1、球数の方はここまで多くないので、このまま序盤のようなピッチングを続け打線の援護に注目です。一方短所は守備力かなと思います。中でも今大会スタメンの金丸と結城、この2名です。来年生は個人的にサードが他のポジションよりエラーをしているイメージがあります。金丸、ライチ、マスコ、ライチのエラーに関してはチームの敗戦に直結してしまった。金丸のエラーでもライチのようなことが起きてしまう可能性がある。結城に関しては最近送球ミスで先制を許す。また以前結城が1年春谷の時に敗戦した参考戦でも打球判断をミスり敗戦に直結。他にも三木世代の聖堂にはこういった長所や短所がありましたら、ぜひコメントの方お待ちしております。ここからこの動画のメインの方に入っていきます。もう一度おさらいすると、この動画はもし三木の台の聖堂が甲子園に行った場合、社会人野球の全国大会都市対抗で取り入れている補強選手制度、来年生でもこの制度を取り入れて最強チームを作ろうという企画です。それではこの三木の台の聖堂に主の独断と偏見で選んだ3人の補強選手を発表していきます。まず1人目は鳴宮芽生ピッチャー、稲城実業。続いて2人目は驚きライチ、内野手、薬師高校。最後3人目はカルロス、外野手、稲城実業。以上3名です。1人目の鳴宮はイナイスのエース。この鳴宮は現在作中登場する左ピッチャーの中では一番優秀。今大会聖堂のピッチャー陣は沢村、川上、フリア、金田、この4人がいますが、準決勝開始前時点で先発したのは沢村、フリアの2名のみ。川上は今大会好リリーフをしていますが、怪我の影響で登板禁止令が発動中。金田は経験不足、もし川上の怪我が完治しないようであれば、今後聖堂は沢村、フリア、この2人で試合を作っていく必要がある。甲子園を優勝するためにはピッチャーが多く必要になってくると思うので、まずは1人目にイナイスの鳴宮を選出しました。2人目ライチはヤクシの三塁手。前のポイントで聖堂の欠点はサードの守備力と言いましたが、このライチも守備の方に難がある。しかし作中で登場するキャラの中では一番のパワーを持っている。一
罰で試合の流れを変えてくれるバッターは1人でも欲しいので、今回2人目に弱者のライチを選出しました。3人目のカルロスはイナイスの外野手。前のポイントで性能欠点はサードの他にもレフトと言いましたが、このカルロスは走攻守全てにおいて優秀な選手。精度の欠点でもある外野の一角も解消、それに加え1番も打てるというパンチ力と走力、いろんなパターンで作戦や打順が組めるので、今回は3人目にイナイスのカルロスを選出しました。ここでのポイントでは、甲子園のベンチ入りは18人まで。そうで、この3人を加えた甲子園ベンチ入り18人、この甲子園ベンチ入りメンバー18人で打順や投手起用も考えていこうと思います。今大会聖堂はこの20人で挑んでいますが、今日選手3人を超えプラスベンチ入り18人絞った甲子園の方はこのように変えました。変わったところは、背番号1を沢村から今日選手の鳴宮へ、背番号5を金丸から今日選手の大地へ、背番号7を麻生から背番号8をつけていた東条へ、背番号8を東条から今日選手のカルロスへ、背番号11をフリアから背番号1をつけていた沢村へ、背番号16を日笠から背番号5をつけていた金丸へ、背番号17を中田から背番号7をつけていた麻生へ、背番号18を金田から背番号11をつけていたフリアへ。この結果から日笠、中田、金田、由井、久村、この5人をベンチから外しました。ちなみに背番号10の川上の登板禁止定が甲子園の方で解除されなかった場合は、ピッチャーは鳴宮、沢村、フリア、この3人で十分なので、由井を代打の切り札としてベンチ入りさせます。なお守備の方は背番号通りこの9人です。ここでも変わったところを見ていくと、ピッチャーに鳴宮、サードに来地、レフトの登場は本来センターも持っていますが、今回補強したカルロスをレフトで使うのはもったいないので、カルロスをセンター、登場をレフトに変更しました。ということで、ここからこの9人で打順の方を考えていきます。1番ショート倉持、2番サードライチ、3番ライトシラス、4番キャッチャーミユキ、5番ピッチャーナルミヤ、6番センターカルロス、7番セカンドハルイチ、1番ファースト前園、9番レフト登場。この打順のテーマは上位打線、下位打線、どっからでも点を取れる打順としました。足のある2名、倉持を1番、カルロス6番、カルロスに関しては一発もあるので上位からのチャンスも一掃できる。ちなみに個人的にこの打順で注目するのは下位打線。カルロスがシングルや長打、またフォアボール盗塁、ハルイチがチャンスメイク、ピッチャーが油断しそうな1番バッター、前園が走者必走の1打、東条が上位につなげる1打、この打順に関してもいろんなパターンで組めるので、ぜひリスナーの皆様も考えを思いついた方はコメントお待ちしております。最後ピッチャー起用を考えていきます。この甲子園ではこの4人がベンチにいます。まずこの4人、ピッチャーとしての特徴をざっくりまとめると、鳴宮は110目前のまっすぐ、多彩な変化球を持つ最強左腕、川上はスライダーシンカー、またコーナーをうまく使う右の横投げ、沢村は140のナンバー4とナンバー4と近い球威で横に変化するナンバー7、縦に変化するナンバー9、ポスト最強左腕、フリアは特集で登場するピッチャーの中では最速115キロ、変化球の方も制御できるようになった最速右腕。甲子園を優勝するためには5から6勝が必要となってくる。そこで基本は鳴宮を先発として起用していきます。沢村、フリア、この2人は調子を見てどちらかを先発やリリーフで起用。個人的に初見では沢村のナンバー7やナンバー9は攻略できないと思うので、沢村をリリーフとして起用するのもありかなと思います。川上は今まで通りリリーフとして起用。ちなみに川上の登板禁止令が甲子園の方で解除されなかった場合は、先ほどと同じ先発は鳴宮が軸、沢村、フリア、この2人は調子を見てどちらかを先発やリリーフで起用していきます。以上、今回はみゆきの代の聖堂で補強企画をやっていきました。動画冒頭で見ましたが、またリクエストがありましたら違う高校世代でもこの企画をやろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。この動画見ていいと思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと Twitter とインスタもやってますので、フォローの方お待ちしております。